こんにちは、ニニニットです。こちら、ベストですけれども、これは、母のお友達の86歳になる方に頼まれて、棒針編みで編んだものです。で、ボタン留めるのは面倒いので、紐にしてほしいということだったんですけど、紐だと、止めないで羽織るときにビローンとなってかっこ悪いので、こういうふうにくるみボタンを押してこうやって引っ掛けるだけで切れるようにしました。はい。でこちらはの模様で編んでます。まずこの2目の交差、それからここの部分、それからこのメインになってるこの交差は3目3目を1目2目で交互に交差して作った模様です。まずはこのメインの模様、そしてこの2種類の模様の組み合わせ、これをそれぞれ棒針編みでやってみたいと思います。で、両サイドは必要な目数1目かの子にしてあります。近所のおばあちゃんに編んだベストの一番中心部分に来てるメインの編み方、模様編みをしてみたいと思います。はい、端3目ちょっと模様が浮き立つように4目ぐらいですかね、ガーターを入れようと思います。ちょっとこれ短い、1、2、3、4、ガーターを入れて裏目が2つ来て、で模様部分は3目3目の交差で6目、2目1目の交差で6目です。2、4、2、3、4、5、6で、また裏が2目区切り目で入って、また1、2、3、4、5、6で裏が2つ入って、で端に、模様の区切り目が分かるように、ほら今何目編みましたっけ、はい、ガーターを入れます。ガーターは表も裏も、あの作品自体は1目かの子にしてるんですが、ここではあのガーター編みを端に入れておきます。はい、この作り目が1段目で、左に糸がこうくるのが表編みになりますね、表になりますね。で裏にひっくり返してガーターですので、でここで模様編みの、あの準備というか模様編みに応じて編んでいきます。裏2目なので裏側からは表編みを2目で、裏6目な、あ表6目なので裏からは裏編みを6目、4、5、6で裏編み、裏からは表編み2目で、表編み裏からは裏編み1、2、3、4、5、6で裏編みなので裏からは表編みです。でガーター1、2、3、
3、4、こっち4目にしたので4目にしときます。マフラーなんかでこの模様を使う場合も端をガーターにしとくとしっかりするので、両端がしっかりするのでいいと思います。1、2です。でもうここから早速に2目1目の交差をやっていくんですけど、片側のこちら、片側は、外に向かって1目を出していきます。この 1,2,3 目のうちの3目目をこういうふうに2目の前を通って編みます。そして残りの2目を編みます。そうするとこういうふうになりますね。中にあった1目が前を渡ってこう外側に出てくれます。今度はこの目を外に出したいので、まあ、こうやって編むやり方もあるんですけど、一回こちらに針に移しておいて端側の2目を編んで、編まずに移した外に出す目をこう取って編んだ2目を後ろ側からこう取ります。でこうです。そうするとこういう形に、1目がこういう形に渡ってくれます。で区切れ目の裏目2つ、でここはやりません。6目表編みになります。で裏目2つ、これ例えばマフラーとかにするんであれば、ガーターを両サイド使うんであれば、ここ滑るといいです。ひっくり返して次1目目をこうやって編まずに滑ります。そうするときれいにできます。区切り目の裏目2つ、裏からは表編み、1、2、3、4、5、6と交差しなかった6目です。で裏2つで交差した6目、1、2、3、4、5、6です。で1、2と表から裏ですから、裏から表編みですね。で3、4、端をガータにするんであれば1目目ひっくり返してからただ滑ります。1、2、3、4、裏2目で、ここ交差を表に来るたびに3回繰り返します。ですから1、2、3、4、5、6と裏を入れて6段1模様の交差が6段になります。これ2回目の交差です。中の3目のうちの中側の目を最初にある2目の前を渡して編んでおいて、編んでない2目を編んで3つ一緒に針から外すとこういう形になります。で次はこの中のこの目を表を渡って外に出したいので、取っておいて2目編んで、で表側から編まずにすく取っておいた目を取って裏側からすでに編んだ2目を針に移します。そして最後の目を編みます。こういう形で外に向かって出てくれます。
で、こちら側の交差が3回目。3目のうちの中側の目を2目を渡って前側から編んで2目です。で、これはこれが前に出ます。前を渡って外に出ますので、右の針に移しておいて、まず2目を編んで、そして編んだ目を取って裏から編んだ、休めておいた目を取って裏から編んだ2目を取ります。こうです。はい、で裏ちなみにですね、この今編んでますこの糸、これこんなにたっぷりあるんですけど、これ片身ごろでこれだけありました。前身ごろで。で、これは私が、これ、母に編んだチュニックなんですけど、これ後ろ身ごろですけど、小物で練習して、この頃は、これを編んだ頃は、ようやく着るものを編み始めて、100均の安いアクリルゲートを買っては、いろいろ着るものを編んだ中のこれ1枚なんですが、これをほどいて、その糸を使ってます。波太ですね。で、こんな感じで、結構初心者でもこんな感じで編めます。はい。余談でした。で、この糸を使って、波太で、こう、8号針で今編んでるところです。はい、続きを編みます。裏ですね。で、今度ですね、交互になるんですけど、交差をしてこなかった方は、交差終わった方は、中の目を外側に、両サイド、中心の目を外側に出しました。今度はですね、この両サイド、外の目を中に入れていきます。交差が逆になります。ですから、この最初の一目が中に入るので、まず取っておきます。それで、1、2と編んで、取っておいた最初の目を左の針に移して、後ろからもう編み終わった2目を右の針に移して、取っておいた目を編みます。そうすると外に向きます。これこれの部分を今度逆にこっち最先に編むっていうことですね。はい。で、次は、外が中に入るので、これが中に入ってきます。ですから、これいろんなやり方があるんですけれども、こうやって編んでいってもいいんですが、こうやって編んでいってもいいんですけど、ちょっと編みづらいと思うので、まず表を渡る外の目を右の針に移しておいて、編み地を右手でしっかり押さえておいて、左手でそっと抜きます。そして裏側から最初の2目を取ります。そして右に取っておいた一番外側の目を左の針に移します。そして、素直にこのまま表編みをすると、
今度はこういうふうに中に入ってくれます。中に入ります。で今度は8の字で表ごとに3回こちらと逆の向きで逆の交差で3回やるようになります。交差のない6目。はい、これ3回目の交差です。外の一番手前の糸を取って、これが中に入っていく目ですね。1、2と2目編んで取っておいた最初の目を左の針に移して、外側からすでに編んだ2目を、後ろから裏側からすでに編んだ2目を取ります。でこれちなみにこうやっておいて抜いてもいいんですけど、私はこういうふうに最初に外側の目を編んどいて中側の2目を編んでこうやって外します。こうすると針に目を移さずにできてし編めてしまいます。はい、こんな感じでこうこちら外側3目で外側に中の1目を外側に両サイド出しました。これで6段ですね。ここが終わったら次はこちらは外の目を中に入れていく。で今度こっちは中の目を外に入れていく6段。そして外目の目を中に入れていくっていうふうに、こういうふうに交互にいきます。だから6段6段っていう感じでできていくわけです。はい、2回目こちらとこちらと来て、こちらの最後の3回目の、交差編みのところに来ました。これでちょっと針に目を移すことで交差させて編むのではなくて、このままの状態で編むやり方をやってみたいと思います。これは編む順が1、2で、この一番手前側が表を渡って3番目に編むようになりますね。でこれはちょっとやりづらいんですけど、後ろ側から針を入れて2番目の目にこういうふうに入れて、ちょっと引っ張り気味にして編みます。そして3番の目の目に後ろ側から針を入れて、これがとても編みづらいですね。針を入れて、こういうふうに針を入れてこう編みます。そして最初のにある中に 入る目ですねを編みます。で全部一緒に外すとこういうふうに編めます。これはただ編みづらいと思います。でこの目を中に入れる編み方は、表側から最初にこの中に入る目を編むんで、2番目に編んだのところで外すといいですね。2、3ときて、これは針に目を移して交差するしなくても慣れれば編みやすいと思います。結局このパターンとこのパターンが、こちらはこれがこっちに来て、これがこっちに来てっていう感じなんですね。で交互にこう6段ごとになっていきます。でこれもうこれが最後の段
だとして、あ、これ裏目2つ1、2、3、4、5、6、1、2、1、2、3、4、5、6、裏目1、2、はい、じゃあここでちょっと作品が仕上がったということで閉じてみたいと思います。閉じるときはすべて表編みで閉じていきます。1目編んで2目目編んで最初に編んだ目を引っ掛けます。また編んで引っ掛ける、編んで引っ掛ける、少し緩めにした方がいいと思います。適度に緩めに、最後です、はい、ここで、糸を切ってこの輪に通すんですけれども、ちょっと糸を切りたくないので、私はちょっとこの玉を通させていただきます。糸を切って輪に通し、最後の目に通して縛る。これで完成です。で、これ、例えばマフラーだったら、欲しい幅分この間に、二目の裏編みを入れて、1、2、3、4、5とかって、この6模様、あ、6目のものをこう、数を、入れて、で必要な幅編むとこう変化があって、とてもで、1目2目の交差なので、道具を使わなくても、縄編みの道具も使わなくてもできると思います。はい、これが、おばあちゃんのベスト編むのにメインにした模様です。変わり交差編みというか、はい、こちらです。で、次はもう2つの模様編みを入れているので、そちらをまた次回同時にやってみたいと思います。はい、以上です。